メジャーリーグ、ピッツバーグパイレーツのカン・ジョンホが1日、日本統治に抵抗して起きた1919年の31独立運動から100周年を迎え、自身の SNS に韓国国旗の写真とともに、31節を記念して、万歳と綴った。カン・ジョンホはこの日、米フロリダ州のジョージ・M・ステインブレナーフィールドで行われたニューヨークヤンキースとのオープン戦いに、2番打者3塁手として先発出場し、2打数1安打1フォアボール1打点2得点を記録した。カン・ジョンホはオープン戦いで打率 0.429 記録し、2019シーズンへの期待感を高めている。オープン戦いで放った3安打すべてがホームランだ。一方、チームは6-8で敗北を喫した。